需品、10の必需品ということで、はい、まず1個目、まあいろいろ考えたんですけど、やっぱこれかなっていうので、iPhone ですね。まあ起きて破りかもしれないけど、結局これかなっていう、一番仕事でも、ね、遊びでも使うというか、常に身の回りに当然あるんですけど、俺の iPhone こだわりポイント一つ挙げるとしたら、アプリのページ、こう一番最初のアプリ、まあ、時計とかあるようなこの本当に必需品のアプリがあるページの次のページ、その二つしかないです。アプリほとんど必要なのしか入れない、無駄なのは全部削除するっていうのを、心がけている、そんな感じです。はい、そして次が、コークゼロと、クラフトボスですね。ちょっと2つで恐縮なんだけど、これ僕の中で、2つで1セットになっていて、どういうことかっていうと、まあめちゃくちゃ酒好きなんですけど、夜遅くまでお酒飲んでるじゃないですか。で、次の日起きて一番最初に飲むのがコークゼロなんですよ。はい、なんか飲んだ次の日ってこう、まあ、水分も体から出てるし、すごく喉が渇く。で、同時に糖分も欲しいんですよね。だけど朝から糖分大量に入ってる飲み物を飲むのは、まあ、体にもずっと続けてたら悪いんで、こう自分を騙すために人工甘味料の、コークゼロを飲むと。で、コークゼロを飲んで、まあ、大体仕事のこうメールだったり LINE とか返してとかやってってると、次にコーヒーですね、コーヒーで、頭をこうキリッとさせるみたいな、マジでこの2本を飲むっていう、ルーティンが朝できてますね。はい、そして続きまして、チェルシーブーツですね。まあビートルズとかがね、好んで履いてた形のブーツなんですけども、名古屋大須の A56 さんで最初の一足を手に入れてから何回か買ってますね。下手ったら新しいの買うみたいな感じで、まあついに俺の中でのもうマジで、定番のブーツが手に入ったっていう感じで、もうずっと愛用してます。めちゃくちゃ楽です。ね、靴紐とかもないし、ただ足突っ込んで、ちょうどいい感じに、なんだろう、ブーツカットが映える、長さになるというか、モッツスーツとかも、似合うし、これ本当にね、デニムでもなんかちょっと派手な、ラッパズボン、ラッパズボンって今言わないな、ベルボトムはい、とかね、なんかそういうの合うんで、すごく重宝してます。はい、4つ目か、マネ黒河内のセカンドバッグ。セカンドバッグって言わない今。クラッチバッグですか。これね、さっきのブーツと同じで、もう同じもの何回も買ってる系ですね。俺の中での定番。はい。なんかこう、紙の資料とか現場持っていくときとかもこれ使えるし、何より透明、かわいい。はい。もう5代目ぐらいかな、俺。マジで、めちゃめちゃ買ってます。正直ね、ちょっと脆いんですよ。この辺が使ってると取れるんですよね、ブチって。ただ取れてもあんまりわかんない。もともとこれついてたって気づく人あんまりいないと思うから、俺の中で第一形態、第二形態、第三形態みたいな感じで呼んでて、まあこれは今完品なんで第一形態ですね。で、ここが取れたのが第二、ここ取れるのが第三。で、それをさらに超えてくると、まあ捨てて新しいのを買うと。そんな感じですね。これマジ大好き。はい。任天堂スイッチ、まあ任天堂スイッチっていうか任天堂っすね。任天堂大好き。最近自分に素直になれました。僕任天堂が、本当に大好きです。今ね、ピクミンやってますね。1日に1時間2時間とかちょろちょろやってます。ちょっと前まではスプラトゥーンで、もうすぐマリオの 2D の新作出るじゃないですか。めっちゃ楽しみで、俺もうね、小学校の頃から一貫して任天堂派なんですよ。PS5 も持ってるし、歴代のソニーのハード買ってるんだけど、やっぱ任天堂なんですよね。可愛いじゃないですか。なんかポップアイコン的な、美しさがある中でゲームも最高に面白いという。はい。任天堂なんですよね。ありがとうございます。ずっと俺を癒してくれてる。任天堂。オブリークストラテジーズ、ブライアン・イーノとピーター・シュミットが作った創作の時に悩んだら、1枚引いてヒントをもらうカードなんですけど、これは俺のデスクの上にもずっとありますね。はい。
これマジでいいんですよ。デビッド・ボーイがヒーローズだったかな、作った時に多分これ使ってて、まあ、スタジオの卓の上とかに多分置いとくんでしょうね。こうやって置いといて、こっからのアレンジどうするみたいな時に多分弾くんだと思うんだけど、まあ、僕はなんかそういう音楽の制作とか全然関係ない場面とかでもこれ使いますね。ちょっと悩んだっていう時に1枚弾く。ちょっと弾いてみましょうか。オンリーワンエレメントオブイーチカインド。結構示唆的なんですよね、まあ、実際どうにでも解釈できるようなものが結構書いてあったりするんだけど、意外とこのカードが悩みの突破口になったりします。そしてこれらは、ちょっと一つっていうかこれらになっちゃうんですけど、ディスクガイドです。ディスクガイド俺新刊出たら大体買いますね、これ本当に俺が持ってるのの全てではないんですけど、まあディスクガイド、本当に助かってます。仕事机の左、ミノミュージックの普段の画角だったら俺の後ろですね。俺の後ろのところにディスクガイドめっちゃあるんですよ。だから一番手が、届きやすい場所ですね。常にディスクガイドこれだけ、置いてます。なんかもう普通になんだろう、こうダラダラ読むのも好きだし、まあ仕事とか、まあ、調べ物とかねしてる時とかでもあると重宝しますよね。最近それでさ、もうすごい変わってる角度のディスクガイドとかも多くて、まあこれゲーム音楽か、ソ連のファンク、こういうのとかさ、普通じゃちょっと手に入らない知識のものも多いんで、クラウトロック、これすごい良かった。ビジュアル系パーフェクトディスクガイドね、こういうのとかね、現代メタルガイドブック、メタルだけでだってさ、こんだけ入ってて知らないもんね。そしてこちら技エアーですね。これ以前動画でも紹介したんだけど、ボスが出してる、ワイヤレスのアンプシミュレーターヘッドホンって言ったらいいのかな、まあ、ギターに、ジャック刺すんですよ。ジャックしかないやつ、まあ、それがこうワイヤレスの電波飛ばすやつになってて、で、あのヘッドホンつけたら、もうあたかもエレキギターをアンプにつないで弾いてるみたいな感覚で弾けるってやつなんだけど、これは革命ですね。俺本当にあの中学生の頃からエレキギターを爆音で弾ける家に住むのが夢なんですよ。で、それは今になっても叶ってない。あの、ま、防音室ね、俺入れたけど、やっぱりエレキ爆音では弾けないんで、やっぱそれの夢の実現に一番近づけてくれたのはこの技エアーですかね。最高です。これも俺が普段仕事してる、Mac の後ろ壁のところに、フックをもう釘で、打ってかけてますね。だから常に、こんな感じ、本当に向かってここが Mac だとして壁だとしてこんな感じでぶら下がってて、いつでも簡単にこうやって手に取って、つけてエレキ弾くみたいな感じで、マジでいい買い物だった。これはもう必須ですね。そしてこちら鍵なんですけど、エアタグ最近つけました。はい、ただちょっと今回はエアタグではなくてこっちなんですよね。こちらのケースの中に、ピックが入ってます。ピックが常に、何枚か入ってますね。これもずーっと10年以上前ぐらいからこうやってピック、こういうケースに入れて持ち歩いてるんですよ。はい、ギターを選ばずピックを選ぶ。なぜか、だって弾くギターは時々変わっても使うピックは変わらないから。はい、音、これトーテックスダンロップのやつですね。0.6mm、 ずっとこれ。ちなみに多分俺が間違ってなければカートコバーンもこれ使ってた気がする。はい、この柔らかさちょうどいいんですね。はい、そして最後こちら GH5 ですね。これミノミュージックのチャンネル始まる直前に買ったんですよ。はい、まあ、YouTuber のマジで定番の、カメラなんですけど、ミノミュージックで公開されてる動画は、まあ 99% こいつで撮ってます。だから、マジの必需品ですね。上にゼンハイザーのマイクつけてて、これは瀬戸康史さんの、おすすめ。まあ、おすすめっていうか、俺個人におすすめしてくれたわけではなくて、あの、動画で紹介されていたので、あの、参考にしたという感じなんですけど、どうなんだろう？今も YouTuber って結構 GH5 なのかな？知らないですけど、まあ、これからもね、ちょっとこいつを相棒に動画量産していきたいですね。この動画面白いと思った方はぜひ正金 TV のチャンネル登録をお願いします。ミノミュージックでした。それでは。